なんかいる。俺も、あ、こっちから帰れなくなってんだ。鬼時間だ。早くも鬼時間だ。嫌な予感がする。赤鬼、まあ当然のごとく勝てんからな。うん、鬼時間にゃー。え、逃げるって、ふすまんとこだよ、ふすまんとこ。逃げるんで、逃げるんだよ。はてな、はてなってなんだ。あれ、スタミナも使えなくなってる。ん、あ、出口出現。これさ、これ何、触れんだよね。あのハテナって何なんだ。これ何よ、このハテナって何なんだ。あ、これでスタミナムを手に入れて使えってことか。あー、そういうことっすか。こんだけ離れてりゃ大丈夫か。前回の宝箱と思えばいいのかな。気づかれるなこれ。あ、取ったら、あ、そのカウントの分だけ見れるとか。あ、これ、無理だな。脱出は余裕だった。うん、余裕だったな。これもアニメで見たな。あーがー、恐ろしい。あ、鬼生パワー、お、鬼ガシャ隊、何、新しい、回せんの。あー、パワーがあればあるほどレアが出やすい、そんな感じだな。あ、外れだ。あ、鉄のこけし、銅より下かな。元の時間に戻れた。悪夢である。いや、謎は深まるばかりですね。嬉しそうな顔で言いやがったぞこいつ。時計屋に行って時計を強化してもらうだけのはずが、なんかいろいろなことがあったな。それこそネジ回しじゃ。ここまでやったんだもん、ただで強化してくれよ。大丈夫かな。
な、何も言ってないよ。できた。もう11時。子供が出歩いていい時間じゃねえ。ありがとう。D ランク。おじさんっていうかもうおじいさんレベルの年齢だけど。ウォッチランク。ああ、もう行くんだ。勝てるか。まあ、ジバニャンの攻撃力めちゃくちゃ上がってるから。銭湯、夜は空いてなかったっけ。あ、なんかいる。どこだ。あ、ゴヨーダさんだ。指名手配はおらんのじゃ。あ、こっち、ここか。あの裏かな。ってことはここか。あ、この辺だ。もしかして、ここにあった。綺麗好きな将軍、除菌スプレーを手放さないお清めじゃ。このルンバの進化したやつだ。温泉でかくなってる。絶品牛乳高い。いつの間にこんなスーパー銭湯に。ニャーケビーだ多分。男湯、中身違うのかな。男湯にもう一回入ってみたいな。あ、怒られた。10歳までならヨガコーラ派なんだよね。俺コーヒー牛乳派。絶品牛乳超高いんだけど。しかない、男湯で我慢するか。演出上水着を着用しております。二重トイレ、二重扉。部活の帰りにトピュラ浴びて帰るんだ。結構な出費になっちゃうんじゃないの、そんな来てたら。銭湯のエチケットだぜ。そう、湯船に浸かる前にまずは体を洗う。最悪でも掛け湯はしよう。うがー、一日中入っときたいの。のぼせとんまんがいない。サウナだ。暑い、暑すぎる。それが気持ちいいのだ。サウナはね、最後の一人になったら出れないっていう、誰かが入ってこないと出れない的なね、恐怖話。これは水風呂じゃ。俺サウナの後の水風呂は苦手なんだ。打たせ湯、打たせ湯でこう修行モード。臨氷投射、怪人烈罪前。なんだここは。ミストサウナ。ここは露天だな。登れちゃうかもしれないだろう。贅沢なスーパー銭湯ができたもんだね。羨ましい。体重は？体重測ったよな。覚えてねえな。身長は139センチ、149センチ。忘れた。
学校に行く前に。Watch lock day。なんか微妙に巻き戻ってるよな。前作でやったのとやっていないのが。あとアニメ版とも全部ごちゃ混じりになってる感じ。タケノコじゃなかった。入れる？大きな鍵と小さな鍵がある。回復はしといて。当然閉まってるよな。あ、開いてる。珍しい。あ、おにぎり侍だ。おにぎり。ああ、おにぎり、おにぎりなんだ。おにぎり侍も進化するからな。全体攻撃系だったら連れてこうかな。中継現地玉2個って、おい、これは美味しいぞ。友達にはならなかったけど。あ、カブトさんだ。あいつ野菜だったな。絶品でござる。ババー、ルンバー。敵がちょっと強い。いくらも使っちゃえ。一人でガードしたってどうしようもねえぜ。アンパンマンに出てきそうな姿しやがって。あー、来ない。ほんとモテモテ欲しくなるな。妖術超百科。一応一周ぐらい回っとく。上を押して、上を押しっぱにしてると入ってしまう。ドンヨリーヌだ。でかっ。ジョババボーン。ははは。愛情天むす。愛情天むすは結構数が。愛情天むすしか残ってねえ。ちょっと使うのもったいないな。気にせず使おうかな。ジマニャンの攻撃力素晴らしい。上を逃げ、そう、これぐらいでいいよ、これぐらいで。降りる前にアイテムをいただこう。くじ引き券だ。わーい。くじ引き券リセットしたらいいのかな、もしかして。まず引いて外れだったらリセットして、とりあえず意味もなく引き直して同じのが出るのか。まだついてきてた。諦めろよ。梅おにぎり、多分古物のところに勝手に投げてくるんだろう。ですよね。バーン、いくぜ。よっ、ジバニャンが守備力低い。
来ないな。アイテム発見。カゴの守り。装備装備。お守り系は守備力アップ、力減る、全然構わん。よし、これで回復薬が死ににくくなった。あ、しまった、しまった。おにぎり。ババーン。とりあえず回復させておかないと。ルンバー。梅おにぎり。よーし、あれ笑えねえな。もうババアにしちゃおうかな。はい、ゲラゲーラウヒョコさん、滑り芸人姉さん、どうせ短い間だからね。でも今回変わってるかもしれないからな。まあ言ってみりゃわかる。いくらおにぎり。もう一周だけ回ろう。ちょっとあれ見逃したのは、いくら。さっと終わらせてしまうぜ。ヤクルト肉球。来ねえな。愛情天むすを使わねばならんか。詰めてやったわ。こっち先だったな。なんかいる。あ、もういきなり鍵を手に入れてしまった。どうしよう。とりあえずゲージ回復させて、逆も行くみたいな。あ、いけね、逆。じゃあ今行ける分は2個とも取らないといけないのか。学校行く前にできるんならババアにしちゃおう。逆に考えるともうクリアと同時にオバーが使えるようになるから。ああ、
話しかけなくてもいいようになったんだ。私を、びっくりした。鬼時間かと思った。赤い箱、開けちゃダメだよって。別にいいけど。到着。ドロップ缶。節子、それドロップやない、おはじきや。そう言って節子はポケットに入れていたおはじきを取り出し、兄の頭に向けた。私がこれをはじいたらどうなるかわかる？やめるんや、やめるんや節子。お前の好きやったドロップを。俺は何を言っているんだ。あ、できねえ。やっぱ変わってんだ。レベルアップになったのかな。ワンの知識は通用しない。多分アイテム系は変わらないと思うんだよな。じゃあとりあえず学校行くか。変わるのは合成系かな。押せない。さて夜の学校に侵入する。いつものケイタ君みたい。